こんにちは、まいです。ゆきです。今日はですね、前回昆布茶のベリー味で食べ比べ、飲み比べっていうのをしたんですけど、結構楽しかったんです。めっちゃ楽しかったね。で、今回は、まあ、なんか社会的普通に人気って言われているレモン味、私たちはベリーが一番美味しかったんですけど、一番人気のあると言われているレモン味が何と相性いいかなと思って試してみようかなと。はい、やりましょう。で、前と違って同じものもあるんですけど、違うものもちょっと相性だなっていうものを集めてみました。まず前と一緒のものが、ここから全部違いますね。そう、違うんです。食べ物系は一緒なんですけど、溶けそうなアイスからいきますか。個人的にはバニラ買ってほしいなって。前回ベリーはチョコが、そうなんですよ、買ったので、バニラね結構合うと思ってたんだけど、あんまりやったから、今回ちょっとバニラね買ってほしいですね。私好き。美味しい。これ美味しい。やっぱりバニラアイスですね。レモン。レモンはバニラだ。美味しいけど、ちょっとチョコ強くないですか？うんうん、もうちょっと入れてみません？なんかチョコが強い。もうちょっと？こっちの方が美味しいけど、今んとこ。蒸していきます？もうちょっとだけ。バニラめっちゃ美味しい。美味しい。ベリー全然やったけど意外でしたね。レモンはバニラ。これ美味しいな。バニラめっちゃ美味しい。いける、いける、美味しい。いいね、レモン。いい。前普通に飲んだ時は圧倒的ベリーでしたけど、こう混ぜると違いますね、全然。レモン美味しい。分離？分離はしてない。何の意味です？ふふって。いや、なんか不思議だなと思って。青汁がだって泡立ってるみたいな。飲んでみますね。はい。青汁ですね。レモン風味の青汁です。青汁ですね。別に入れんでもいい。入れんでも一緒で、これ以上に量を入れてもおそらく青汁です。強いですね。苦味がね、やっぱり青汁は強いですね。やっぱり存在感が。リンゴジュースです。そうですね。リンゴジュースまずかったら困りますよね。私の中ではバニラアイスと同レベルで美味しいんじゃないかと思ってるんですが。
まずくはないです。あの入れんでも一緒かも。リンゴ風味が強い。うん、リンゴ。リンゴ風味じゃないか、リンゴか、うん。レモン消えてますけど。レモン入れた？入れた入れた。甘酒いきますね。はい。甘酒ね、最初から量減ってると思うんですけど、うん、ちょっとさっきこぼしちゃいました。すいません。甘酒がシュワシュワしてるね、シュワってる。これもダブル発酵ですよね、甘酒。そうですね、ヨーグルトと一緒か、ね、青汁はダブル発酵ではないですもんね。間違えますね、うん、さて、うん、甘酒が若干強い。美味しくなくはないかも。うん、ちょっとレモン風味がかかった甘酒になってる。うん、悪くない。悪くはないですね。うん、なんかラテみたいですけどね。確かにコーヒーと合うと思うんですよね、私。うんうん、コーヒーってレモンね、入れるじゃないですか。うんうん、そうですね、レモン入りのコーヒーまあ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 、分離してる、これしてる。だからレモンはレモン、コーヒーはコーヒー。あ、そういう意味ね。うん、うんうん、そう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 、味がね分かれてる。あのベリーの時に試したバニラアイスと一緒。うん、わかる。うん、ベリーはベリー、バニラはバニラアイスみたいなのがレモンはコーヒーで起こったうん、なんか飲む系あんまりでしたね。ヨーグルトとバニラアイスかな。え、順番じゃあつけるとしたら、もうダントツバニラです。バニラ、バニラ、ヨーグルト、あとはまた私の中ではもうここトントン、甘酒、リンゴジュース、チョコアイス。ここがなし、ここがなし。私ね、甘酒？そう、まあ、C って言うならですよね。こうこうを、うんうん、これね、私追放かも。追放こうかも、私はね。あ、なるほど、うんうんうん、まあでもね、でもね、こうこうなんだよね。で、こうなんですよね。なんせバニラアイスがめちゃくちゃ、あのね、この距離感が遠いんですよ。うん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 。いや、もうこれがダントツなんですよ今回。うん、バニラアイスはもうだってゆきさん食べきっちゃいましためっちゃ美味しいめっちゃ美味しいめちゃくちゃ美味しい、本当に。なんか普通にまあ水で溶かして飲めばいいんですけど、うん、まあ、ぜひあのこれもやってみてください。これめっちゃ美味しい。なんかあの私たちこれだけ飲んだ時に最初の印象、このスティックだけで飲むと酸っぱかったんですよ、はい、そう。でバニラアイスと混ぜることによって甘みが出て、そう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 、本当にあのレアチーズケーキみたいな感じ、うん、めっちゃ美味しい。これめちゃくちゃ美味しいんです。すっごいおすすめですこれ。次いつかゆずやりたいなとは思ってるんですけどね。ゆずなかなか難関ですよね。ゆずね、思いつかないんですよね。うん、ね、まあでもやります。なんかね、うん、もうここまで来たらやりますよね。またなんかその面白い企画があればどんどんやっていこうと思いますんで、また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。
ー